北口外館北口外館平野駅は大阪市平野区平野元町にある西日本旅客鉄道の駅である。駅番号は JR922 関西本線を所属線としている。旅客駅はアーバンネットワーク内にあり、関西本線は大和寺線の路線相性設定区間に含まれている。このほあたり駅からは日本貨物鉄道の 第一種鉄道事業者区間となっている、下ら貨物ターミナル駅への関西本線支線、及び大阪東線の小学自信号上から、分岐する JR 西日本の片町線支線が、接続しており、貨物列車の運行では両路線が一体となっている。旅客営業を行っている、関西本線は、単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線。 経理面3線のホームと通過線1線を有する地上駅で協場駅舎を持つ2.3番乗り場が島式ホームとなっているさらに北側に貨物専用線を一線に有する天王寺駅が管理している直営駅で IC カード乗車券愛国家が利用できる特定特使内制度における大阪市内に属する駅である1番乗り場が下り副本線 2番乗り場が上り本線、3番乗り場が副本線である。下り本線は1番乗り場と2番乗り場の間に、ホームのない通過線として存在し、快速列車などが通過する。朝ラッシュ時には当駅で通過待ちを行う天皇寺、JR 南場駅の普通電車がある。なお、運転取扱い場では、1番乗り場が1番線、通過線が2番線、2番乗り場が3番線、 3番乗り場が4番線となっている。かつては3番乗り場が上り本線、2番乗り場が上り副本線であった。2番乗り場は上東貨物線からの貨物列車が下田駅への入線待ちで停車したり、奈良方面行き普通列車が通過列車を退避するのに使用していた。工日の貨物専用線新設工事に伴い、 貨物列車は4番線の北側に新設された5番線を2010年5月23日から使用している。その後、2番乗り場は上り線改良工事のため一旦使用休止した後、2010年10月30日から上り本線として使用が開始された。これと入れ替わりに3番乗り場が改良工事のため使用休止となったが、2011年3月12日から上り、 副本線として使用が開始された。関西本線上の平野駅から上駅寄りに設けられた大阪東線小学時信号場へ向かう片町、線貨物支線との分岐点にあった信号場である。正式には平野駅構内の扱いであり、独立した信号場ではないが、貨物列車の時刻表ではくだ第一信号場は祭事駅として記載されていた。 ただし一時期は独立した信号場として扱われ、こちらが小学寺信号場を名乗っていた。2010年10月29日までは宝室駅から大阪東線を経由して下だ駅に向かう貨物列車は関西本線に合流して当駅まで約700メートルを上り線を逆走する形で平野駅の2番乗り場に入り、そこから下だ駅へ進入していた。 貨物船から、くだら駅方面へは、関西本線への合流部が、くだら第一場内、平野駅への進入が、くだら第二場内、平野駅から、くだら駅への進入が、くだら第三場内となっていた。この信号場は1931年に、片町線貨物支線として、放出駅平野駅間が開業した際に、小学寺信号場として設置されたが、 1939年に、八尾駅への片町線貨物支線が開業した際に、平野駅の校内扱いとなった。1941年に、平野駅から再び独立して、小学寺信号場となったが、1961年に、再度平野駅の校内扱いとなった。なお、小学寺信号場の名称は、その後、大阪東線上の旧法寺駅方面と、 上等貨物南連絡線の分岐点に継承されている。梅田駅の貨物機能の一部が、くだら駅に移転に伴うくだら駅改修事業の一環として、くだら第一信号場当駅間に貨物専用線が新設される工事が行われ、2010年10月30日に貨物専用線の使用を開始し、貨物列車と旅客列車の走行線路が分離された。 これによりくだら第一信号場は廃止された。大阪府東京年間によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通り、JR 平野駅、JR 平野駅筋停留所は、大阪シティバスが運行している。なお、2008年3月29日までは、旧法寺六丁目や松虫通りを経由して安倍のばしへ至る路線も存在した。また、 2014年3月31日までは、近鉄八尾駅への路線も存在した。2018年12月20日までは、不正規への路線も存在した。ありがとうございます。